ただいまご紹介いただきました梶本芳子ですどうぞよろしくお願いいたします今日はまだ残暑の厳しい中を遠方より平和学習にお越しくださいまして本当にありがとうございます資料館はこれからということなんですが私の話を聞いていただいても資料館に行かれても 広島の平和学習は決して楽しい面白いものではないんですですが皆さんはこれからの日本を背負って出す大切なお方な方んです過去のことを学ぶために今日は広島に来てくださって74年前ここの広島でどんなことが起こったのかしっかり今日お勉強してください。そして二度と戦争 原爆を起こさないためにそして今の平和が一日も長く続くために皆さんは何をしなければいけないのか今日は考える一日にしてほしいと思いますではこれから私の証言を聞いてくださいまず最初にあの地図のこの説明をしますで私の体験をその後にお話ししますで 時間が多分あると思いますので皆さんと同じような中学生がこの平和公園あたりでたくさんの中学生が犠牲になっていくんですその中に私のい糸がおりましたのでそれを取り上げてお話ししたいと思います最後に私からのお願いを二つ申しますその順番で聞いてくださいこれは原爆が落ちた時の広島です これだけの広島なのにこの赤いところが原爆で焼け野原です半径2キロですから4キロ4キロの広さが焼かれたんです4キロの広さというのはもうちょっと想像できませんね写真を見てくださいこのようにもうすべてどっち向いてももうね焼け野原というような状態なんですここにちっちゃい山があるんです これは瀬戸内海にある秋の小富士というで小さい山なんですあの頃の建物は2階建てが一番高いんですよねそれでもう見えませんでしたそれがもう真っ正面に見えてるんですですから建物が何にもないということが分かりますよねこのような本当に焼け野原になったんです後戻りしましてこの枯らし色ここは爆風で焼け野原 爆風で倒れたんですけど焼け残りました白いところが半壊です広島は大田川から川が7本1,2,3,4,5,6,7本通ってます平和公園はここですここに愛宵橋という橋があるんですがここまで川が1本だったのがここから2本に分かれて平和公園は川に挟まれてます両方川です この愛宵橋が原爆を落とす目標地点です。ここに原爆を落としたんですが、実際に爆発したのは、300メートル離れた島病院。今晩皆さんお泊まりになりますね。愛宵旅館のすぐ裏側です。すぐ見える裏側です。そこが爆心地なんです。この島病院の上、600メートルの上で爆発しました。 ここから2.3キロ北あごめんなさい2.5キロです2.5キロ向こうの山のふもとここに恋という町があってここに私は住んでました裏が山です前が川ですこの電車は世界遺産の宮島に行きます皆さん今日広島駅に降りられたと思いますが一番東にあるここが広島駅です ここから広島をぐるーっと新幹線も在来線も回って山口県の方に行くんです工場ここで私は原爆に会いましたここから2.3キロここで作業中に原爆に会ったんですではこれから私の体験に入ります私は1931年 昭和6年に生まれましたので今年は88歳になります1931年というのは満州事変が起こった年なんですそして小学校に入学する年に日中戦争になりました5年生になった12月8日に太平洋戦争に突入していったんです中学3年生で原爆終戦です あの戦争のことを「15年戦争」というんですけどその真っただ中で軍国主義の教育を受けながら学生時代を過ごしてきました原爆を受けた時が14歳です今の中学校の3年生と同じですからまさに皆さんと同じ学年でした場所は今言いましたね2 3キロ北飛行機のプロペラの部品を作っておりました 今中学生が働いてる人誰もいりませんけどあの頃の中学生は労働力です1年生に入学するともう働くんです国の命令ですからみんな働くんですよで12年生低学年がやってた作業というのがこういう作業です下に建物疎開の作業と書いてありますね家が壊れてますね建物を壊して、 道を作るんです。100メーターグラの大きな道、空き地。なんでそんなことするのかというと、もし爆弾が落とされたら、広島は火の海になります。あの頃の建物は木造ですから、火の海になってしまいますね。その火を防ぐために防火帯という道、100メーターグラの道を作るんです。 するとこっちの町がが焼けても道が防いでくれてこっちの町に焼け移りませんよね。ここの平和公園の前に 100m 道路平和大通りあの道もあの時に作ってたんですそれを延長させたんですけどそういう大きな道を作るために中学校の下級生これが毎日出て炎天下の中で建物を壊すんですから誇りにまみれながら汗をかいて 作業をしてたんです。あの八月十五日の日は八千人以上、八千二三百人ここに集合してたんです。それはまた後からの話に出ます。私たちのように三年生、四年生、五年生、これは決められた工場で作業をしてました。服装です。八巻き締めて白の半袖下はズボンですけどズボンに作るキリがないんです。 お母さんの着物をもらって自分で縫ったんですだからみんなからの違うモンペを履いてました足を見てください靴がないから下駄です肩からかけているのが二つありますね防空頭巾と救急袋防空頭巾は頭を守るために綿が入ってます救急袋の中は包帯、三角巾、消毒液、赤チンって真っ赤な傷薬今ないそうですね もう一つ大切なのが食料です。大豆、これを袋に入れて必ず救急袋の中に持ってました。この2つを持って作業に出るんですよ。学生じゃないですね、労働者です。あの原爆の落ちた朝、1945年8月6日の朝というのは、とってもいいお天気で、もう晴天ですよ、青空の、綺麗な青空の晴天で、 暑い暑い朝でしたもしあれが曇ってたり降ってたりしたら原爆は落とされないんです今みたいにレーダーなんかで落とすのではない目視飛行機の上からああいう場所を見つけて爆弾を落とすんです曇ってたり降ってたりしたら見えませんよねだったら他の日にしたでしょうけど あの8月6日の日は晴天でしたから、予定通り落とされたんです。8時15分に爆発しているんです。その時点では、もう飛行機は広島の上空にいるんですよ。でも、空襲警報も警戒警報も出ていません。私たちは工場の中ですから、音も聞こえない。飛行機の姿も見えない。何にも知らないで作業してました。窓ガラスに、 真っ青い光がパーッと流れたんです綺麗な青い光を見たときに爆弾だ、直撃弾だと思いました直撃弾というのは自分の工場に狙われて落とされたんだと思ったんです瞬間に頭に浮かんだのが家族です父、母、おばあちゃん、三人弟がいましたその顔がはつ きりと浮かんで、私はこれ死ぬるんだと思った時が本当に怖かったです。すぐやったこと、両手で目と耳と鼻とを押さえて機械の下に潜り込んだんです。これは爆風で目が飛び出て、鼓膜が破れて、鼻から血が吹き出ると言われて、休憩時間になったら訓練してたんです。ですからみんな同じ姿勢で、 目と鼻と耳と押さえて機械の下に潜った瞬間です。地球が爆発したと思いました。地球の終わりだと思いました。ものすごい爆発音と目の前の土地がぶわーっと吹き上がったんです。それと一緒に私の体も浮き上がったところまで覚えてるんですが、木造の二階建て、 それが瞬間に潰れてその下敷きになって気絶して分からなくなりました。時間がどれだけ経ったかわからないんですけど、友達の声で気がつくんです。あっちからもこっちからもお母さん痛いたい助けて先生助けていう悲鳴が聞こえてきました。ふっと気がついたときに真っ暗い中におりました。ここがどこなのか。 工場ですよね。さっきまで作業してた工場なんです。それもわからない。青い光も覚えてない。何にも覚えてないんです。まずここはどこなんだろう。こんな暗いところに何してるんだろう。今まで何してたんだろう。いろいろ考えるんですけど何にも思い出せないんです。その暗い中で動かしてみたら動くのが両手と頭の部分だけです。 肩から背中、足の先まで、材木、瓦礫に埋まってるんです。しっかり埋まってました。すぐに右の腕の真ん中あたりが、針を刺すように、ズキズキズキピリピリピリと痛くなってきたんです。その痛みで、私は生きているんだと思いました。それからしばらくして、自分の目で、 初めて見えたものが材木と友達の足が見えましたこれから出てくる映像は私の証言を聞いてくださった広島の高校生美術部の生徒が1年かけて書いてくれる絵がどんどん出ますので絵も見てあげてくださいこれだけのものが初めて見えたんですまずこの足を引っ張ってみました反応ないんですね死んでるなと思いました でも私が埋まってるんですから、他の助けてという声の友達の姿は見えないんです。この足しか見えないんです。もうこの足を頼るしかない。一生懸命引っ張って揺すって息取って息取って必死で引っ張りました。しばらくして声が出たんです。生きてたんです。お母さん痛い助けて。 先生、助けてって叫び出したんです。その声を聞いたときは本当に嬉しかったです。友達の力はすごいなと思います。もしこの友達がここにいなかったり、死んでたりしたら、私は腕の傷が痛いんですから、助けて、助けていて泣いてると思います。出ようとか、生きようとか思わなかったと思います。けどこの友達が生きてたと思ったときに、 ここから出ようそしてこの友達も助けようと思ったんですですぐ叫びましたここ危ない早く電と火事になるって叫んだんですこれは毎日先生に言われてたことなんですね毎日その頃には B20 切れましたもし爆弾が落とされると工場は潰れてしまうすると必ず火事になるんです 中で火火を使ってるる。から火事になる建物が壊れたら一刻も早く逃げないと焼け死ぬるんですよとか死んでしまうんですよとかいろいろ言われてましたのでもう怖くて「早く逃げんと火事になる」って叫ぶんですけど友達は全く反応しない「痛い助けて助けて」助けてばっかりなんです私の下におるんですから私が出ればこの人助けられる。 でも私の動くのは手と頭ですから動く頭を一生懸命振ってみるんですするとやっぱりね頭にかかってる肺のようなものが口の方に回るんです鼻の方に回るんです口はザラザラになりますしもう呼吸が苦しくなるんですじっとしとる方がいいんですねそれなのに夢中で動かすもんですからもう苦しくなって腕の傷はますます痛くなるし。 やっぱり背中を動かすので背中に覆,あの覆ってる材木これがますますとみしみしと痛く重たくなるんです体が全く五感的に考えることはいいこと考えませんよね今火事になったらどこから焼かれていくんだろうか髪の毛に火がつくか足からか手からか燃えていく時にどんなに熱いんだろう死んでいく時にはどんなに苦しいんだろう 真っ黒に焼かれた私の体を誰が見つけてくれるんだろういろんなことを考える時間が本当に怖かったです長い長い時間に感じました叫んでばっかりいた友達が初めて明かりが見える逃げよう言ったんです。とから聞くと友達の向いてる方のがれきの間からわずかの明かりが見えたんだそうです。私の方は最後までで真っ暗でした 今度はもう二人で、早くせんと火が出るよ、早くせんと火事になるんよって言いながら、手当たり次第にそこらのもう材木でも瓦礫でも必死で動かしたんです。やはり二人の方が力が入って、友達がこの瓦礫の間に落ちたんです。その時初めて私の体も軽く感じました。これで逃げられる、これで出れると思ったんですけど、 右の足が材木に挟まって動かないんです。引っ張っても引っ張っても出ないんです。早くせんと火事になるんです。けど埋まっとって足を引き抜こうとする作業は本当に力が入らないんです。もう最後にはね足はどうなってもいい。とにかくここから出たい。もうそういう思いで思いっきり引き抜きました。すると もんぺはちぎれる足はちぎれる大量に血が出てるんですけどその時の痛みを覚えてません足が出たっと私が叫んだそうですがそれも覚えてないんです足が出たことがもう嬉しくって友達の名前を呼びながら手を持ったか服を持ったか覚えてないんですが物を持ってはぐれちゃだめよ離しちゃだめよと言いながら建物の中を潜るんですから 材木の間や瓦礫の間機械の間を潜って潜って張って出てくるんですよ話しちゃだめよ話しちゃだめよって言いながら一生懸命引っ張って出てきました出てきた広島がこれですまず建物がないんです太陽がないんですあれだけ暑い暑い太陽がないんですよ暗いんです夕方みたいに暗くって見えるのがグレーの渦を巻いて 動いてるんです。街が不思議なほど静か怖いほど静かでした魚が腐ったような匂いと赤土のような匂い家が壊れてますから土臭い匂いごっちゃなんですけど異様な匂いがしてましたこれ2人しか書いてないけど自力で出たのが56人出てるんです一人叫んでました。広島がなくなってる。 飛行機飛んでなかったよね?」って叫んだのがおりました覚えてます友達の姿を見るとみんなお化けですよもう髪は振り乱して潜って潜って出てますからほこりもぶれなのに顔に血が流れてるそれは頭を怪我をしてますからそれが顔に血が流れてる腕からも足からも血が吹き出てるんです腕の肉がぶら下がってる足の肉がぶら下がって骨が飛び出てる 白いユニフォームあっちで真っ赤っかみんなお化け一番ひどいのが私の下敷きになってた友達は腕をやられてました腕がやっと皮でひっついてるんですプラプラなんです中間どころの肉がえぐり取られて骨が飛び出ててそれもきれいなんじゃないんですよほっこりもぶれの傷もぶれなんです。もう血が なんか固まったような感じに見えてましたけどもうね見るのが怖いんですかわいそうなのじゃないのね怖いんですずっと泣いてましたでも吸気袋誰も持ってませんので包帯も三角形もハンカチも何にもありませんとっさに私の半袖これをちぎったんですそして頭に巻いてた鉢巻き これでくくってあげることしかできませんでしたふっと見たら私の足も血がドクドク流れてるんです早く止めないと歩けなくなると思って誰かの鉢巻もらったんでしょうね自分でちゃんと止血しましたこれを話すと小学校の先生に言われました大人でも簡単に止血はできないのに14歳の女の子が止血ができたんですかと聞かれるんです あの頃の女学生は兵隊さんの病院、陸軍病院へ行きましてね習うんです。応急手当、タンガの担ぎ方、包帯の巻き方、そして止血の方法、ちゃんと習ってましたから困ることなく止血ができたんです。そうこうしてたら工場の中で友達がいっぱい埋まってるんです。助けて、助けてという声がするんです。 出てきたの五六人しか出てませんから、ほとんどの人がまだ埋まってるんです。出てきた人はみんな血もぶれですよ。それが誰も逃げないで、また助けに行くんです。材木をのけたり、瓦礫をのけたり、最後は機械をみんなで動かして、一人ずつ一人ずつ引っ張り出すんです。中で死んだ人はおりません。けど手が折れてもうプラプラ、まあ、これは立てますよね。 足が折れてる人なんか立てない。引っ張り出したらもう寝転んだ。まんま背中打った。腰打った。足が折れてる人はみんな寝転んだ。まんま座ったまんま痛い痛い痛い言ってるけど、何にもできないんです。立ったまんまで手を震わせてあの怯えてる人もおりました。こうやって震えてるんですよ。そんな人もおりました。その頃になるとお化けのような行列がやってきだしたんです。 真っ赤に焼かれて人間ではないような姿の人たちが並んでくるんです小学校の生徒さんの質問で原爆にあった人は何で手を前に出すんですかで何を持ってるんですか資料館に行っても絵を見ても話を聞いてもみんな手を前に出してそして何かを持ってますねこれなんですかという質問なんですがこうやってる人は 前を焼かれた人、手を引っ付けとったら痛いから、前に手を出すんです、離すんです。で、ここにぶら下がっているのは自分の皮です。肩から焼かれた皮がズルズルズルとめくれて、爪のところで引っかかっているんです。持ってるんじゃない。爪で引っかかって引っ付いてるだけです。だからこうやってくればお化けみたいですよね。髪はあのように吹き飛んでますし。 顔は2倍ぐらい膨れ上がっていますから、目がないんです。中に埋まってるんです。唇がたいて、だらーっと垂れ下がっているんです。そして、服は飛ばされたのか焼かれたのか、真、ま、っ、あ、裸ですよ。男の子か、女の子かわからない。もちろん足は裸足。これは前を焼かれてるんです。後ろを焼かれた人は、まず髪の毛がなくなって、背中が真っ赤っかのズルズルその皮がめくれて、 ズボンのところで止まってるんですそれが歩くと揺れるんですよ川がこれも気持ち悪いですねこれは初めちょっと言いましたね中学校の下級生これが町の中にいたんですけど瞬間に焼かれたら全身焼かれてますね目の前にやってきましたふっと見たら片方の腕がないんですしぎれてるんです そのちぎれてる自分の腕をしっかり抱いてたんです。目の前で死んできました。その時の顔です。悲しそうな怖い怖い顔をして死んでいったんです。何が起きたのかわからないまんま、作業に出てきた生徒がピカーッと光ったらこう,こうなったんですよ。誰に殺されたのやら、何で死んでいくんか、わからないまんま、 死んでいったんです中学生ですからいくら戦時中でも夢や希望がいっぱいあったはずなのに瞬間に夢も希望も肉体もみんな焼かれて死んでいくんです向こうのお母さん真っ赤に焼かれて真っ黒い赤ちゃん抱いてます死ん,でる死んでると思いますよねしっかり抱いてるんですそして 叫んでるんですけど、もう言葉じゃないんです。気が狂ってるから、うわーう,う,うわーうわーうわー大きな声で叫びながら、ぐる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 私たちが座ってる前を行ったり来たりしてましたけど、いつの間にか死んでいくんです。人間じゃないですね。本当に人間の姿じゃない。お化けのようなのばっかりがゾル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 やってきて、もう目の前を通り過ぎたら死んでいくんです。 下の山がどん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 ん大きくなっていくんです。こうやって来る人が何と言ってくると思いますか。水ちょうだい、水、水ってくるんです。あの原爆の熱というのは高熱ですよ。すごい熱で焼かれているんですから脱水状態。水が欲しいのは当たり前ですよね。早い時間に命令が出たんです。脱水状態になってる人に水を飲ませるとショックで死んでしまう。 水をああげたたらら、いけない。けななのの頃の命令は絶対服従でですす。かみんん守っ水飲んだら死ぬるんよ水飲んだらだめなんよ我慢するんよって必死で止めましたでも目の前で「水水」言いながらいっぱい死んでいくのを見たんですみんな後悔しましたこんなに早く死ぬるんなら一口ぐらいのお水あげりゃよかったあげた人がおるんです 女性の人はやっぱり優しいからちょっと内緒でちょっと隠れてちょっとぐらいのお水はいいよねと言ってあげたら目の前で飲みながら死んでいたそうですありがとう言いながら死んでいたそうですあげた人も後悔しますよあれだけ止められたのに私があげたばっかりに私が殺したようなもんだってあげた人も後悔したんです。 あげてもあげなくっても後悔しましたから今平和公園にはたくさんの水が蓄えてあります噴水、祈りの池、平和の泉皆さん日めぐりされてお水見られたでしょあの時に苦しんで苦しんでお水がなくって飲みたくって飲みたくって飲めないで死んでいった皆さんのお空のお水です手洗ったり足洗ったりしないでほしいですね きれいなお水にしてあげてください。お昼近くになった頃に火事になりました。工場から火が出なかったんですけど、倒れた家から火事になって友達が見つけたんです。火事になったよ。昼の火事は煙しか見えないんです。けど火がどん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 こう近づいてくると中の炎が見えるんですね。ただ煙の頃にはさあどうしよう。 ここに歩けない友達をどうやって運ぼうと相談してたんですすると先生はもう探しておられてタンガを3台引っ張ってこられましたこれで早く工場あの公園まで運びなさいって3台持ってこられたんですけど誰も動こうとしませんでしたみんな怪我をしているから立てないんですけど日がどん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 近づいてくるとやはり友達を ほっとくわけにいきませんよね。足が折れてる人や腰を打ってる人は立てない。その火事に巻かれて死んでしまうのはわかりますから、やっぱり助けるんです。一台に1人乗せて4人で運ぶんです。でも、動ける人そんなにいないんです。とにかくもう立てる人、歩ける人が持ってた行かなきゃしょうがないんです。私も足も手も怪我をしてましたけど、 何とか歩けたら運ばなきゃしょうがない工場から公園まで数百メートルと言われるけどそれが本当に遠かったと思いました足が痛かったですそして運ぶ友達が重たかったというのは今でも何か思い出しますそうやって公園まで運んでいくんですけどその公園というのは広島で一番広い 桜の名所と言われる大芝公園すごい！綺麗な目あの桜が咲いてたんです。その広い広い公園が人でいっぱいなんです。半分ぐらい死んでるんです。ここまでたどり着いてきて死んだんでしょう？あと半分ぐらいは生きてますけど、何かかにか訴えてます。お水ちょうだい。太陽を助けて何かかにか訴えてますけど、今にも死にそうなような声なんです。 友達を下ろす場所がない。もう空いたところに道端であろうとどこであろうと空いたところにおろしといてすぐ後帰りです。その頃にはもう道に人がいっぱい死んでます。あの頃の道幅は狭いのにいっぱい死んでるんですから、それを避けて通るわけにいかないんです。人をまたげてまたげて死体ですよ。死体をまたげてまたげて通るんです。 死体は踏まないんだけどこれを踏むんです皮を持って死んでます人と人との間に足を突っ込むと必ずぬるぬるっと裸足で私たちも裸足ですから裸足で踏むんですタンガを担いだ人を大方踏んでます気持ち悪かったねって言いながら踏んでるんです下を見んとある剣から見ます目玉が飛び出てる内臓がウインナーみたいに流れてる肉片が転がってる 至る所が血の海ですからその生臭い血の匂い広島の町はもう本当に地獄の町でした皆さんにあんなところ所何も見せたくない私もあんな死に方したくないと思います本当に地獄の町になったんですその中を14歳の女の子皆さんと同じ女性がタンガを担いで運ぶんですよ 人間の心をなくしているんです普通死体を見たら避けて通るとか気持ちが悪いとか思うのが普通でしょう何にも感じませんでした平気で死体をまたいでました今考えるとこの場所から逃げたいばっかりに友達を運ばなきゃ逃げられないから一生懸命もう無心で 運んだんじゃないかなと今思いますけど、あの時の心境は覚えてませんね。そうやって夜まで運んでいくんですけど、これから生きていく皆さんが、死体をまたいで逃げるということなんて絶対あってはなりませんね。平和な世の中に起こることじゃないです。あれはまさに戦場でした。その中を運んで行ったんです。夜。 初めてて、て竹のの土手ににたた。どり着いて広島の空が見ええました真っ赤燃るんですすると家族のこと心配するんですあの中でお母ちゃん死んでなけらんいいけどお兄ちゃん今日作業に行ったけど帰っとりゃいいけど妹がおる弟がおるってみんな家族のこと心配しながら誰も寝てません一晩中泣き泣き過ごしました次の日も友達を運ぶんですけど 町の中は女学生中学生が腐っていくんです高熱で焼かれてるんですからその体が太陽の熱で腐っていくあの頃ハエがいっぱいおりました次の日にはもうウジムシです中学生ですからウジムシ知られない人おられますか大丈夫ですか小学生はほとんど知りませんねウジムシ知らない ハを知らない中学生大丈夫です知ってます死んだ体に白いウジ虫がいっぱいうや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 してるんですよ早くしてあげ早く焼くんですね始末は言うのは焼くんですけど早く焼いてあげてほしい早く始末してあげてほしいと思いますよでもね当日その日は何か がで焼く許可が出なかったとか焼く人がいなかったとかでその日は焼いてないんです次の日ぐらいから軍隊が出てきて焼くんですけど一番南に暁部隊というのが広島の一番南の方に暁部隊というのが無傷でおりましたその兵隊さんんが手伝って人を焼くんです。近所の人が出てきてやはり手伝って焼くんですけど焼くのもいろいろとずらーっと並べて 焼いたりこのように重ねて焼いたりするんですけど焼くのにこれは死体の上に機材をかけて油をまいてマッチで火をつけて焼くんですよもう焼き出したらねあっちでもこっちでもあっちでもこっちでも焼くんですから広島の空はもう煙だらけで火葬場ですそれが臭いともう言葉にならない臭いまず腐っていってるんですから腐っていく匂い 薬におい言葉にできるんですよ臭くって3日間何にも食べてないんですけどお水だけもらってたら水が飲めないんです口に含むともう臭くって体が受け付けないバーっと吐き出すんですそうやって3日間逃げていったんですが3日目の午後私の恋の方から連絡が入ったそうです 恋は焼けてないそうだから帰れる人をと言われて2人おりました2人が帰っていくんですけど途中本当に偶然です父と出会ったんです父はその日から工場の私の工場を探しに来るんですけどもう焼けてますから見当がつかなかってで女学生の服を見つけては抱き起こして顔を確認して抱き起こして顔を確認してって探したそうです 次の日ぐらいは女学生中学生・生中全滅だという噂が立ったんです。だからもう当然死んでると思ったのに元気な私と出会えたんですから本当に喜んでくれましたよう生きとったよー生きとった言って友達と2人を抱きかかえて泣いて喜んでくれました明治生まれの頑固な父で普段は物も言わない父があの日大粒の涙を流してくれたことを覚えてます。カバンのの、中にあったもの 肌着,あの着替えのための肌着と竹の皮に包まれたちっちゃなおむすびが一つ入ってました今皆さんに「おむすび」歌って何も感じないでしょうねだけどあの時のおむすびは宝物です時間の関係で戦中戦後の食べ物がない話はでき,できなかったんですけど本当に日本の戦中戦後食料のないことはすごかったんですよ。 お芋にかぼちゃに大豆そして今では絶対食べないと思うようなバッタイナゴ食用がいる草草も何でも食べれるんじゃないんです毒のある草があってそれを食べて死んだ人も近所にいましただから草も生えてこない生えたらすぐ取られてしまって。 もう何でも食べれるものは何でも食べてきてきたんですうちにお米なんてなかったと思いましたそれがおむすびですからびっくりです後から聞くと母が何かあった時にとわずか蓄えとったお米で生きてるか死んでるかわからない私のために泣き泣き作ってたと弟から聞きました。でもし見つかったら死ぬる前に 一口でも食べさせてやってほしいと言って、父に持たせたんです。父はそれを持って3日間、被災をめくってめくって探してくれたんです。そのお結びを見たとき、私は号泣しました。本当に嬉しかったです。両親の愛情を感じた瞬間です。それから今度は3人で土手を変えるんですが、一番西の土手から見たあ川です。馬と人が一 いっぱいす死んでるんです。この馬は軍隊の馬です。さっき話したかも、ね、しないかな、馬。あの時、広島には軍隊が2万5千人くらい入ってました。でまだねあの頃にあまだ車がないんですよ。だから馬が物を運んでたんです。軍隊の馬、軍馬という大切な大切な馬がいっぱい死んでるんです。やっぱりね馬も一緒ですよ。 焼かれて毛がなくなってツルツルの肌をした馬が川で死んでるんです。7本の川が毎日毎日、馬と人間が流れてたんです。小学生です。なんで川で死ぬんですという質問です。わざわざ川に入って死ぬるんじゃないんです。川しか水がない、喉が渇いて水が欲しいから。それで。 川に入って水を飲みながら力尽きて死んでいくんです。火傷が熱い、火傷の怪我をしたのが痛い、それを水で冷やしたら楽になるから、それを冷やしながらそのまま死んでいったんです。だからどの川もどの川も7本の川が毎日馬と人間が流れてたと言われてます。私はこれを見,見ながら帰って8月いっぱいは寝たっきり、 全く食べれる状態ではなくってこれは放射線の初期の影響なんですがその頃に放射線とか原爆とかいうことはないですから全く何にも知らないで母が一番心配しました足はもうパンパンに腫れて立てないし腕の傷からはウジ虫でおばあちゃんが泣きながら割り箸で取ってくれるんです。 ウジ虫は取ってくれるけど怪我は治りゃしませんね夏ですからどんどん可能するばっかり薬もお医者さんもないんですよ包帯巻いとくだけ時たま母が食べるためのよもぎこれを吸って絞ってつけてくれるんですよ薬草だよ治りゃしませんねこんなので2ヶ月ぐらい泣いてました2ヶ月ぐらい経った時に応援に来たお医者さんこれを母が見つけたんです すると腕の中にコガラガスがいいっぱい入っとる取らんと腕をもぐようになるぞと言われても病院はないですから「私の家で取るんです」「押さえつけとけ」と言われて母とおばあちゃんと看護婦さんと3人で押さえつけられて私の家にあったピンセットですよ錆びたようなピンセット消毒もしない麻酔もないただただ押さえつけられて傷口から7個ガラスが出ました。 大叫びしながら大泣きしながらもう取らんでい,いって叫びながら取ってもらったんですでもおかげで腕ももぐことはなく私は生きられたんです父は2 5キロの自宅で被爆しましたからやけども怪我も何にもなかったのに1年半後血を吐いて1週間目に亡くなりましたこれは私を探しに来たからですね3日間 死体をめくってめくって探してくれたときに、広島には放射線がいっぱいです。色も匂いもない。誰も知らない。教えてくれてない。福島なんて二十キロ三十キロ避難するんですよ。でも、広島は逆に。いっぱい人が入ってきたんです。親を助けるために、子供を探すために。怪我をした人を探すために。 いっぱい入ってきた人がみんな被爆者になって後から後から髪の毛が抜けて血を吐いて死んでいくんです放射線が怖いのは今年74年経ってもまだ終わってません原爆病院の中には白血病、癌いっぱい入院してます私も平成11年に胃がんを患って産物に取りました私の下敷きになっていた友達 土手をを一緒に帰った友達タンガを担いだ友達、達、担いだみんんんながでで死んでます。私は被爆者ですからこれまでも心配しながら生きてきたんですけどこれからも子どもや孫やひい孫に私の影響が出なければいいと風邪ぐらいでしたらね風邪ぐらいとも思うんだけどちょっと血液の病気でもな,なったら本当に心配です。孫が血液の病気にに、なった時に 非常に心配しました。で、11年前にアメリカに行った時に、あのお医者さんとの対談があったんです。私のがんあ孫の血液の病気、これは原爆に関係してますかと尋ねたら、ノーと言われて、100年経って見ないと分かりません。通責調査をしてますと言われました。100年になって生きてませんと言ったのを覚えてますけど、だから。 百年経って、もう三十年経ってみないと、どのような結果が出てくるかわからないんです。楽しみに皆さんあの結果を見てください。これで私の体験は一応終わります。で皆さんと同じ中学生、建物疎開の作業をしてた中学生がたくさん犠牲になるお話しします。時間大丈夫これは遅刻五郎さん、今までの絵は 高校生が書いてたんだけど、これは画家の四国五郎さんが建物疎開の絵を描いてるんです。このようにね。やはり中学生が家を壊してたんですね。あの日、8時15分みんなここに並んで東は向こうです。原爆ドームの方を向いてここにいっぱい並んでたんです。作業のためにまだ作業してなかったんですね。すると飛行機が入ってきたんです。それを生徒が見てるんです。 先生、便に行くが来ました。敵が入りました。最後には、ドラム缶が落ちてきましたって叫んでる生徒がいるんです。みんな空を見,見上げてたんです。でも空襲警報、警戒警報出てないから避難しないんです。先生が避難しなさい、言われない。先生も一緒になって飛行機の行方を見,見ておられた時に、爆弾は破裂したんです。ここは。 600m ぐらいしか離れておりませんし上で爆発するんですから直下みたいなもんですよねピカッと光った時にはもう人間の,あの体ななんんんんてちっちっゃなもででですす。よ。吹き飛んで叩き飛叩つけられたんです目の前を真っ黒に焼かれた人間が飛んできたり中学生が立ったまま炭になってたり女学生が座ったまま炭になってたんです。でも生生、きておられた先生 かろうじて生きておられた先生が川へ飛び込め川へ飛び込め言われて両方に川がありましたね満潮だったんです七本の川が満潮それに飛び込んだんです大やけどしとる生徒ですよ助かるわけがないお母さん助けて先生助けてって流されていくんですその中に私のいとこがおりました県立第二中学校通称二中の一年生 谷口勲、日中の生徒はここの一番西側に集合してたんですから、向こうの川へ飛び込んだんです。あの向こうの岸に泳ぐまでに、その勲くんの下を、上を友達が助けて、助けていながらいっぱい流されて死んでくるの。お父さんに話しているんです。なんとか向こうの岸にたどり着いたんです。谷口、助けてくれって手を挙げたのが西本君と言って友達なんですが、これは東京の子です。 東京の3月10日の空襲で家が焼かれて恋の2つ南にお,おばあちゃんがおられたらしくってそこに引っ越してきてたんです4月にわざわざ試験を受けて日中に入ってそして8月ですよまだ4か月しか知らない友達ですそれが「助けてくれ」って手を挙げたから上から伊沢く君が引っ張ったんです一度で皮が肩からズルズルズルっと剥がれたそうです 西本君の皮が腕のところにたまるんです。けど話したら西本君が川に流される。もう必死ですくい上げたそうです。その時のことを友達じゃけ、友達じゃけって親に言ってるんです。お父さん泣きながら話してました。友達だから話せんかったんよ。話したらかにい流される。友達じゃけ助けたんよって泣いてましたけど友達だから助けたんです。そうして 岸に上がったんですけど、もう歩く力がない。道端に二人が倒れてたんです。それを通りかかった女の人が、この学生さんまだ生きとるね言って防空壕に入れてくれたそうです。家ではお兄ちゃんは日中の 4, 4年生、3キロのあたりの底の三菱造船で作業してたんですが、ちょっとの傷だけで帰ってきました。弟が帰っとらんということですぐ探しに入るんですけど、 町は火の海ですね。入れない。後帰りして、恋はちょっと山手ですから、上から見るんです。日が収まったところ、夜になって、お父さんが消防団から帰ってきた。お父さんと一緒に探しに入るんです。初めて広島の町に入って見た人間の顔。人間じゃなかった言いますよ。もう目も鼻も口もないんです。ぐっちゃぐちゃに焼かれて、人間の顔じゃない。 これは探されんと思ったので声で探すんです日中の生徒おりませんか谷口勲はおりませんかって探声で探していくんですけどみんなそうしたんですね私を探す時も父は名前を呼んで探したそうですそうやって叫びながら叫びながら一晩中探したんだけど見つからない明日にしようと言って帰りかけた時にたまたまの防空壕の中から この中に学生さんらしいのがおったよ言って声かけてくれたんです。お父さんはあれでもと思って防空壕に入ってみました。もう重なりがあってしんどったそうです。探しようがないからただ声で学生さんはおるかって聞くとはい言って声がしたんです。どこの学校かーって聞くと日中です。名前はって聞くと谷口と西本です言ったんです。お父さんはもうびっくり びっくりして死体をかき分けながら、その声のところまで行って、いさをかいさをかって確認するとはいと返事してくれたそうです。迎えに来たぞ。って言ったらまた西本君助けるんです。西本君がおるんじゃ連れて帰ってあげてや。やはいって言うから、お兄ちゃんおるけ連れて帰るぞ。って言ってその防空壕から引き出したんです。外の明かり間が焼けてる。明かりですよ。これで見たときに。 本くんのお兄ちゃんこれがもうびっくりして自分の弟の顔じゃないんですそれでお父さんに叫ぶんですこれお父さん勲じゃないわ帽子は飛んでるから髪が焼かれて魚を焼いたような匂いがしてて顔はもうぐじゃぐじゃで目も鼻も口も形はなかった唇だけがだらんと垂れ下がってこれでよく声が出るなと思ったというんです服は。 僕はバラバラ。ボロボロ。もう、これは。弟の姿なんて全くない。でもね、その子に向かって、お兄ちゃん、また聞くんです。あんた、いさおじゃ、あるま。って聞いたそうですよ。すると、その子が。僕、いさおじゃけ、連れて帰ってや言ったそうです。どう思います。お父さんも、お兄ちゃんも、自分の顔がわからないんですよ。焼けたたれて。どんなに寂しくて。 どんなに怖くってどんなに悲しくって思ったでしょうねでもお兄ちゃんはよう連れて帰らんかった言うんですだけどふっと見てたらズボンのベルトが見えたんですこれは一週間ぐらい前に兄弟喧嘩をしたベルトだったんですおじさんにもらったベルトを二人が喧嘩したんですそのベルトを伊沢くんが締めてたんですこのベルトをしとるのは伊沢に間違いないというのでそのベルトで確認して 連れて帰るんです。「お兄ちゃんがくんをぶってお父さんが西本くんをぶって連れて帰りました」「いっぱいあったそうです」「おろしてくれ水ちょうだいいろんなことを言いながらおぶったりおろしたりしながら時間かけてかけて連れて帰ったそうです「水ちょうだい水ちょうだい」言ったのに帰って水あげたらもう飲む力がなかった「お母さん呼んできてお母さん呼んできて」って西本くんがずっと言うので「 朝方にになって探しに行くんですやっと連れてきた時にはもう西本くんが1時間前に死んでたという時間だったそうですでもお母さんは死体ででも見つかったんですあの時中学生がもう家に帰れない中学生がいっぱいいたんですから目の前に自分の子がいるんですからお母さんは喜んで連れて帰られて近くの小学校の運動場の隅っこに穴を開けて焼かれたんです。 その時の六年生が見てます。お母さんが我が子を焼くんですよ。その時のね様子を六年生がちゃんとしら見てるんです。足が飛び出たり、手が飛び出たりするのをお母さんが泣きながら、棒でその体を筋の中にくめて焼い取ったと言って泣いてました。伊沢君も西本君の後を追うように死んでいったんですけど、 恋に火葬場があったんですけど順番が待てないから畑に穴を開けて家族で焼いたんですこの二人はまだお骨が取れて制服が取る帰ってきたからまだまだ幸せな方ですあの時中学生が朝いつもの通りに別れていくんですよ行ってきます行ってらっしゃいって別れたまんま未だに帰ってないんです遺品もない遺骨もないんですよ。 どこに入っていると思いますか。平和公園の一番、北側の供養塔に入ってます。7万人以上の骨が入ってます。誰のかわからないんです。名前がわからないから帰れないと言うんですけど、830人わかっているのに帰れない。これは迎えに来る人がいない。家族が死んでるんですよ。もう今さら、ね、ここが少なくなることないですね。もう7万人以上。 ここに入ってます。西本君と谷口君の制服がこれです。これは西,あの西館に入ってたんですけどあの4月に改装しましたねで今交代他の人のが入ってるので西本君と谷口君はまたあの時間かけた後に入ってくると思いますけどこの写真を見て何か感じませんか 皆さんこれから行かれる資料館にこのような制服がいっぱい陳列してあります一人一人の命がかかった制服なんです何か感じませんかピカッと光った瞬間にこんなに焼かれてるんですあなたと重ね合わせてみてくださいあなたの服がこうなった時にあなたの顔や体がどうなってますか このような服を着て家に帰ったら、家族は何と言うでしょうか。特にお母さんはどんな言葉をかけると思いますか。想像してみてください。ピカッと光った瞬間にこうなったんですよ。どんなに怖かったか、どんなに苦しかったか、どんなに痛かったか、人の苦しみや痛みのわかる人になってください。で、 行かれて、これから行かれて、制服がたくさんあります。この制服がなんでこんなにいっぱい飾ってあるかというのは。いかに原爆が恐ろしい兵器であるか。そして、あの時に、ここの町でどれだけの生徒が犠牲になったか。というのが、わかるために。制服が飾ってあります。制服が。訴えているんです。から。一つ一つの制服に命がかかっているんです。調べる、あの。 見学してみてあげてください。これで中学校、中学校さんのお話終わります。最後です。私からのお願いです。あの原爆の時に残酷な残酷な死体をいっぱい見てきましたので。最後のお願いは命を大切にしてくださいということをお願いします。原爆の時、三十五万人広島にいたんです。一発の爆弾で十四万人死んでいったんです。 14万ですよ。一人一人に名前があって家族がいて誰も死にたくなかったんです食べ物はなくっても空襲警報で逃げとっても一生懸命生きてました今は食べ物がいっぱいあって空襲警報なんてならないのに何が不足で死んでいくんでしょうか1年間に2万人以上の人が自殺しますそして毎日殺人事件が起きてます 残酷な殺人事件が起きてます人をなんで簡単に殺すんでしょうかなんで簡単に死んでいくんでしょうか本当に悲しく思います皆様これから長い長い人生があるんですその間には苦しいこと悲しいこと嫌なことは必ず起きてきますけど絶対死を選ばないでください捨てていい命 奪っていい命なんて一つもないんです。大切な大切なかけがえのないあなたの命なんです。その命も夢も希望も奪い去ってしまうのが戦争なんです。絶対戦争しないために、まずできることは家庭の平和です。家の中で喧嘩しとったんじゃ平和じゃありません。そしてあなた方が一番長く一緒にいる学校の平和、いじめや差別はないでしょうか。 中学生さんが一番いじめがあって自殺するというのを聞くと悲しいですよ。あの原爆の時に生きるか死ぬかの時に助け合ったのは友達なんです大切な友達をいじめて死に追いやるようなことなんて絶対しないでください。で人間としてみんなが持ってる優しい思いやりの心これが 平和につながる一番の近道です。平和の原点は、優しい思いやりの心だと信じてます。もう一つのお願い。今、地球上に核兵器が14000発あります。今のは広島のとは全く違うそうです。数千倍の威力があるそうです。もし間違って使われたら、大変なことになるんです。それに、 アメリカでしたか。使いやすいちっちゃい核兵器を作ろうと言いましたね。とっても今世の中怖い。核兵器の時代なんですよ。七十四年前の話じゃないんです。今現在の話なんです。でもね、原爆にあった日本の国民が。原爆の恐ろしさ、戦争の恐ろしさ、忘れてます。ですから。 この間あの議員の方が北方領土を取り返すのに竹島を取り返すのに戦争をしなければ取り返せないとか言いましたねとんでもないこと言いますね今若いから戦争を知らない原爆を知らないんです議員さんたちねそれであんなことが言えるんでしょうけどあの戦争のためにどれだけの人が苦しんで悲しい思いをして死んでいったか。 生き延びてもどれだけの人がたくさんの人が犠牲になっていったかみんなきれいに忘れてる73年74年の平和が本当にみんな戦争の恐ろしさを忘れてるんですだから絶対忘れちゃいけない忘れられた歴史は繰り返すんです人間はまた同じことを繰り返すんです絶対繰り返さないために最後のお願いです 今日学んでくださったことをまず家族の方に伝えてください下級生に伝えてくださいそしてしっかり考えて行動を起こしてくださいそれをお願いして終わりりまます。長長時時間、長い時間、いい本当にありがとうございました。終わります。